信じてないとダメですよね。はい、こんにちは。今回は日本人キラーと呼ばれた4人のボクサーを紹介いたします。この動画の最後には伝説の一戦と呼ばれた試合を紹介いたしますので、最後までご覧ください。1988年に WBA 世界バンタム級王者として初来日したウィルフレッド・バスケスはムグルマ選手相手に引き分け防衛を果たしました。その後、スーパーバンタム級とフェザー級の王者として横田選手、葛西選手、渡辺雄二選手を相手に防衛に成功しました。とりわけ強さを発揮したのは葛西選手と渡辺選手との防衛戦です。試合開始後約40秒でダウンを奪ったバスケスはさらに追撃をし、右アッパーで2度目のダウンを奪います。なんとか立ち上がった葛西選手にバスケスは襲いかかり、左右の強打を振るいます。当時18勝無敗だった葛西選手でもこの追撃には抵抗できなかったのです。バンタム級から2階級上のフェザー級でも世界王者になったバスケスは、逆にスーパーフェザー級から降りてきた渡辺雄二選手の挑戦を受けます。体格でかなり大きな渡辺選手は1ラウンドから果敢に攻め立て、バスケスが主勢に回ります。渡辺選手は2ラウンドも果敢に攻めるのですが、バスケスのカウンターからの逆襲に遭い、強烈な右のパンチをもらいます。立ち上がった渡辺選手にバスケスは左右の強打で再度ダウンを奪います。5ラウンドにまたもや強烈なバスケスの右がヒットし、渡辺選手は崩れてしまうのです。ダニエル・サラゴサは畑中選手、辰吉選手とは2度、そして原田選手と対戦し、すべて勝利しております。サラゴサは辰吉選手と対戦した時はすでに38歳でしたが、辰吉選手をテクニックで翻弄します。サラゴサは右ジャブで距離を測って左をうまく当てるのですが、この左をたびたびヒットさせたのです。サラゴサは自分の右足を常に辰吉選手の左足の外側に置いて戦います。そうするとサラゴサの左パンチが入りやすくなります。そしてパンチ力の差では辰吉が上回っているはずであります。辰吉のパンチ、おっとまた左大きく、これはすでに60戦以上のキャリアを誇るサラゴサに対し、辰吉選手はこの試合が16戦目でした。しかもサウスポーとの初めての対戦だったのです。ロープに詰めても辰吉選手のパンチは空を切り、逆にサラゴサの左をもらってしまいます。サラゴサは辰吉選手のパンチを見切りながら、左だけでなく右フックも死角から合わせてきます。中盤には辰吉選手が反撃しますが、老獪なサラゴサはクリンチなどでうまくごまかし逃げるのです。前のラウンドに出血でドクターチェックが入ったので、11ラウンドにサラゴサはチャンスとばかりに猛アタックを仕掛けます。
この試合3度目のドクターチェックで辰吉選手の TKO 負けとなったのです。サウスポーの原田選手との防衛戦でもサラゴサはテクニックを見せつけます。原田選手は序盤からどんどん前に出ますが、サラゴサにさばかれてパンチが空を切ります。サラゴサは原田選手の出血を見て7ラウンドに仕留めに入ります。レフリーのリチャード・スティールはストップが早いのですが、そのことも計算しているのでしょう。チャンジョン君は稲見選手、渡嘉敷選手、倉持選手、大橋選手と2度合計日本人ボクサーと5度戦い、すべて勝利しております。チャンの特徴は攻撃がパワフルで手数が多く、頑丈で打ち合いに滅法強いところです。試合でもスパーでもダウンしたことがなかった渡嘉敷選手でさえチャンのパンチで初回にダウンを喫しました。しかし、渡嘉敷選手がチャンの得意の打ち合いでも一向にひるまず根性勝負の様相になり、チャンは何回かピンチに陥りました。チャンの日本人対決で、この試合が一番苦戦した試合となりました。いつもは打ち合いで相手を圧倒するチャンですが、渡嘉敷選手の頑張りで打ち負けるシーンが出てきます。後にチャンが語っていましたが、あの気の強いチャンがこの時は少し弱気になっていたようです。弱気になっていたチャンは9ラウンドによみがえります。ワンツーがヒットしてから一気に畳みかけます。韓国の鷹と呼ばれるチャンのラッシュはさすがに凶暴で、渡嘉敷選手でも逃げられなかったのですが、ついに第9ラウンド。大橋選手との試合では強いプレッシャーをかけて常に前進し、接近すると左右の連打と右アッパーで大橋選手のガードを崩しにかかります。チャンは相手がひるむと強いパンチを上下に打ち込み一気にラッシュします。時には相手のガードをしっかり観察し、空いている場所と急所を狙って連打を放つこともあります。ミスターノックアウトと呼ばれたルーベン・オリバレスは、東京オリンピックの金メダリスト桜井選手をはじめ、日本人ボクサーとは9度戦い、すべて勝利しております。当時、66勝 61KO の王者に挑んだ金沢選手、下馬評では圧倒的不利だったのですが、13ラウンドに起死回生の猛アタックを試みます。打足ですが、この試合はガッツ石松さんやビートたけしさんを感動させた一戦でした。それほど金沢選手の強い王者に立ち向かっていく姿が感動を生んだのです。14ラウンドにはパンチの重いオリバレスが猛攻撃を仕掛けます。
そしてダメージが蓄積している金沢選手がついにダウンします。ダメージの大きな金沢選手は反撃をしますが、王者の攻撃にたまらず2度目のダウンを喫します。2度目のダウンで誰もが終わったと思いましたが、金沢選手は立ち上がり大きな声を出して王者に向かっていったのです。金沢選手の頑張りによってこの一戦が伝説の一戦になりました。